どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのカズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでどんどん音楽できるようになりますよ、ということで日々簡単レッスン動画公開しております。さあ今日も始めていきますよ。さあ本日の課題曲は今歌いたいこの曲、ドーン、ハッピネス、愛さんのあのハッピーな曲です。この曲ね、歌詞をよく読んでください。もう結構感激しますからね。この歌詞の中にあるんですよ。君が笑えば全てが良くなる。はい。この手で、その手で、繋がる。やっぱりね、世の中を変えようと思う前に自分を変えないといけませんから。あの、君が笑いましょう。皆さん笑って、この曲演奏していきましょう。この曲ね、2018年にかつて一回取り上げてるんですよ、ガズレレで。だけど今見るとちょっとね、不親切でわかりづらいんですけど、今回さらにね、かなりパワーアップしてますからね。パワーアップして、かっこよくなって、わかりやすくなって、簡単になって、2023年のこの冬、再登場でございます。思いっきりやっていきましょう。本日は、G ラブのブラックビューティーウクレレと、シンプル簡単バージョンで、この初めてウクレレ使ってやっていきます。初めてウクレレ、これ Amazon で即ゲットできますから、ちょっと Amazon の中で初めてウクレレ検索してみてください。さあ、レッスン入っていきますよ。今日もいつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしている、シンプル簡単バージョン。でもですね、歌がね、結構タイミング、16ビートの絶妙な言葉のタイミングがバンバン来ますからね。かなりこのグルーブが大切になる曲で、言葉にもリズムが乗っかっている。これを肝に銘じておいてください。後半はかっこいいバージョン。そこにさらにあのキレッキレの雄大なドンドンパカツカツカパカドンドンパ、この感じ雄大にあの16ビートファンキーなビートを再現していきましょう。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強してもらって、これから自分の人生、音楽生み出していきましょう。さあ、レッスン入っていきましょう。ハッピネス、愛さんのハッピネス。まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンゆっくりとやってみます。でも嫌なニュースだけじゃない。 No, 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 no、 本当は溢れてるたくさんの笑顔がほらこっち向いて、yeah、 君が笑えばこの世界中にもっともっと幸せが広がる。笑えば全てが良くなる。この手でその手でつながる。ララ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 ラ、yeah。
が笑えた。この世界中にもっともっと幸せが広がる。君が笑えば全てが良くなる。この手でその手でつながる。愛さんのハピネス、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いや、この曲ですね、聞いてもらったらわかるんですけどね、言葉のタイミングがですね、ちゃんとわかってくれてる人がいるとか、周りを見渡せば、これね、カズさんちょっと、みんなこれ、周りを見渡せばっていう歌詞があるじゃないですか。めちゃくちゃ言いづらいんですよ。周りを見渡せば、うまく口が回らないです。どうみんな周りを見渡せば、見渡せばってめちゃくちゃ言いづらいんですよ。ここね、愛さんうまいことこう、気持ちよくかっこよく歌うんですよ。もうここがすごいね、言葉のタイミングというか早口なところ、曲はゆっくりだけど言葉は早いですからね。はい、その辺もじっくり聞いてポイントポイントでビートを掴んでください。はい、で今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでございまして、で主に2番のところをショートカットバージョンにさせていただいておりますが、前回2018年のところでやってなかった最後のエンディング、ちょっとコード進行変わってんですよね。そこも完全再現しました。やってみてください。ガズレレの動画にはですね、歌詞とコードが出てますから、それに合わせてね、ウクレレ練習してもらって、1個目のゴール設定としてはガズさんの演奏動画に合わせて、できたらもうそれ素晴らしいと思います。一緒にできた方おめでとうございます。そしたら次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube チャンネルのこの動画を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出してもらいたいなと思うんですけど、とはいえ最初から歌詞とコード全部丸暗記するのはやっぱり難しいから、楽譜練習がいいと思います。楽譜を見ながら何回も何回も練習して、いずれは覚えちゃって雪の降る空に向かってなんかもう君が笑えば歌いたいね。やっぱりこういうのはいいですよね。あ、でも楽譜練習って言うけど、どこにあんの楽譜はって思うかもしれないですけど、安心してください。今の演奏はですね、はい、ガズさんのこの手書きのノートを書いて、書いてあるのを見て演奏していきました。はい、ハピネスです。はい、なかなかね、この言葉がね、ゆっくりな曲なんだけど、バーッと詰まってんですよ。この辺がやっぱね、R&B っていう感じがするね、グルーブがやっぱ言葉にも乗っかってるということ。もうちょっとしたらこんな風に大きくみんなにもね、見えるように、書けるようにね、シェアしようと思うんですけど、今とっても便利なサービスが始まってます。こちら。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた愛さんのハピネスを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜の中から毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、これ曲いいな、私チャレンジしてみたいみたいな感じでお選びいただいて、お手元にですね、デジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。でこのガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもね、いろいろあります。毎月2回ガズクラブメンバーがもう世界中からのね参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですからちょっとハイレベルですよ。こちら YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね、大学ですから皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方、きっと16ビートとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々と、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。で、あとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといって、スタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日、ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなこと、ぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことを概要欄に貼ってあるので、チェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。ハピネス、愛さんのハピネスです。2023年改訂版です。はい、パワーアップしてますよ、と。ここイントロなんですけど、ここちょっと面白いですよね。ラーラーラーララドン、こっからリズムがね、始まってきます。これビート、こっからって書いてあるんですよ。ビートって書いてあるんです。こっからリズムが始まる。これが面白いところ。で、ここアルペジオって書いてあるんですけど、かっこいいバージョンはアルペジオ。簡単バージョンはここ伸ばしました。はい。この辺かっこいいですよね。この、こっから始まるリズムが始まるのがかっこいいということでございます。
はい。で、見ていくと、ちょっとここ見てもらいたいんですけど、キメ G7、キメ G7 って書いてある。これ、かっこいいバージョンではですね、ここね、F、F、F、ダチャーって、ちょっと決めながらいきます。これ、後で解説していきます。シンプル簡単バージョンこれ、決めなしですと言ったんで、4つ引きで。だから、こうやってコードを見るとめちゃくちゃシンプルでしょ。あ、ちなみに、ここだけはワンブロック、ちょっとちっちゃくなってますからね、この大きさが。はい、ワンブロックが。ここから普通の大きさになってますということでございます。はい。こんな感じで、ちょっと注意事項を最初に伝えておくので、一時停止して時間ある方はメモってください。そして、今紹介させてもらったガズクラブで、このね、あの、ハッピネスの手書き書く、活用していただくのもめちゃくちゃ有効です。見てください。この VV って書いてあって、ここ、点が書いてある歌詞の上に、これなんじゃこらってことで、これね、リズムがわかるんですよ。はい。ちょっとこれやってみますよ。ここ、A メロの歌い出し。ワン、ツー、スリー、フォー、一、二、余裕がなくて、うん、うん、優しくなれない、はい。この慣れの、れの上に点が書いてあるでしょ。このつ、この V はね、休符なんですよ。なんで2拍開けてから歌が始まる。うん、うん、余裕がなくて、V は休符ですからね。これがめちゃくちゃ分かります。あと歌詞カードには出てこない、この伸ばすところ。これがめちゃくちゃ今日はですね、もう役立つと思います。これガズクラブに入っていただいて、この楽譜のデジタルデータをダウンロードして、ご活用いただくのもすごくおすすめでございます。お時間ある方はこの通りに書いていくといいと思います。はい。まずはここまで。1A、1B まで。ですか?はい。で、ここがみんな歌いたいサビでございますね。はい。で、ここのサビがいいです。で、ここだけまたちょっとね、ラー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 とかでワンブロックちっちゃく表記してます。これ2回繰り返してるってことですね。はい、これちょっとここだけポイントになってます。で、ここまでやったら本来は2番が始まるんです。で、フルコーラスやりたい方はコード進行これ一緒なんで歌詞だけ書き換えて2番の AB やってもらってまたサビという感じになると思いますが、ひとまずガズレラレンジではここからですね、もうブリッジパートに行きます。このブリッジパートのね、言葉のリズムとね、音程がめちゃくちゃ難しいんですよ。ヘイ、街中が光に包まれてく。オーイェイ、君のところにも届いてほしい、ここ。めちゃ難しい。聞き込んでください、このブリッジパートは。歌詞もたくさんありますもんね。で、ここでブロック数が違ったりするんで気をつけてくださいね。はい、ここはね、5ブロックです。で、ここ見るとサビエルって書いてある。サビに戻って、またここをやって、で、最後エンディングの、ここラストなんですけど、ここね、かっこいいバージョンはアルペジオで弾きますけど、簡単バージョン伸ばしました。コード進行が違うんですよ。サビ同じメロディーなのに。ここが渋いところですね。はい、これで終わったよという、これが、ガズレレの2023年アレンジバージョンのハピネスでございます。じゃあ出てくるコード見ていきましょう。簡単バージョンではね、この赤く囲ってるのはね、かっこいいバージョンで出てくるコードなんで、ちょっと隠しておくと。これです。コード8個です。言っていきます。C と Am と C7、F、Dm、G7、E7、Em7。ちょっと今日スタンプを押す場所がなくなっちゃったんですけど、今映ってるこの8個は、ガズレレでは超簡単入門コードなので安心でございます。これですよ。ガズレレ必須コードでございます。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレで始めたばっかり初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループ。10個も覚えないといけないのかと思うかもしれないけど、1個ずつ見たら超簡単。だけど、いっぺんにね、ドーンと10個覚えようと思うと、もうごっちゃこちゃになるんで頭が。そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画撮ってます。概要欄に URL 貼っとくんで、ガズレレ必須コード10個覚えちゃってください。さあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていく前に、さっきから何回も言ってますけど、今日はこの言葉のタイミングがもう悶絶なんです。サビでもね、難しいですよ。君が笑えばこの世界中にもっと、もっと、すごいこのもっとのところ溜めたりとかするんですよね。ほんとこれね、アイさんのね、このグルーブがですね、この言葉のタイミングが、すごい、心地よく気持ちいいんだけれども、難しい。よく聞いてください。周りを見渡せば、いろんなドラマ、でも、いや、なニュースだけじゃない、ノノノノ、うん、うん、本当は溢れてる。言葉のタイミングがですね、マジで自由自在すぎて、もうね、でもかっこいいの。これはしっかり聞いて楽しんでやってみてください。はい、かっこいいバージョン、解説入っていきましょう。かっこいいバージョンは1個だけコード追加。Gm7 です。これちょっと押さえづらいです。一瞬ですけどね、ブリッジパートのところで出てきます。こことこことここですね。はい。1弦の1フレット、2弦の1フレット、3弦の2フレットなんですけど、こうやって人差し指ギュッと、このぐらい反り返る人はこれでいいですね。これが難しい方はこうするかこうするかってなると思いますね。Gm7。はい。Gm7、ちょっとこれやってみてください。Gm7 一瞬出てきますということです。で、今日はね、かっこいいバージョン、リズム、これがかっこいいです。はい、どうぞ、ドン。16ビートのチャットを買って、
ティングとアルペジオ、この3つですね。今日はね、典型的な一つのね、グルーブのね、見本みたいなお手本が出てくるんで、ちょっと後で解説していきますけど、ひとまず今映ってるリズムの解説は概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところにね、それぞれの濃厚解説レッスン動画がアップロードされてるんで、それを見てちょっと練習してもらいたいんですけど、今日はかなり特殊でございます。ちょっと順番通りにやっていくと、最初のね、優しく始まるところ、これはアルペジオでいこうと思います。ちょっとこんな感じですね。でん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 で、こうやっていくでしょ。で、途中から、ラー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 の後、リズムが入ってくるじゃないですか。今日のこのリズムがですね、もう最初に言っとくと、この16ビートのちゃんとカッティングが混ざったリズムなんですけど、ちょっと C で弾いてみます。こればっかりです、今日。ほとんど。90% このリズム。せーの、3、はい。わかります？ダーダーダカツダツダツクダカツクカッティングなんです。最初の2回弾くだけ。ダーダーカコポカッカッカカカカカダーダーカカ、これかっこいいですよ。16ビートのカッティングで、カッティングはまずここでカッティングしてるじゃないですか。こっちの方でカッティングした方が音がね、キレがいいんですよ。ここでやってみましょうか。ちょっとね、音のね、カチャカチャいう音がもっさりしてるんですよ。ちょっとこっちずらしますよ。こっちの方がこう可愛らしい音が出ますよね。ここでやるとなんかボソボソいう感じ。まあそれでもいいんですけどね、結構余裕があるんで、ここら辺もカッティングでね、ここまで来るとより切れ味が鋭い、あのチャッチャカチャカチャ、これになると思います。で、これいつも言ってることですけど、このカチャっていう音とチャッ、違いが分かります？これカッティングでしょ。この音とチャをやりますよ。これを使い分けるんですよ。そうすると最初、C を弾いて、ダーダーチャクチャク、ダーダーチャチャ、このカカとチャを分けてください。ダーダーチャクチャク、これが今日の気分。今日これ 90% このリズムですから、いい練習になると思います。16ビートのチャとカッティングのミックスフレーズ、これがほぼ中心ですよということなんですけど、ここにまたね、いろいろ変則が加わっていくんですね。ちょっとイントロからラララララやっていきましょうか。最初、でん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 、アルペジオで優しく、でん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 で、ここからラララララ。こう入っていくわけで、このね、16ビートのジャルカッティングのダーダーチャッカッカッカ、このリズムなんですけど、これかなりファンキーグルーブが必要になります。跳ねてるリズムなんですよ。ちょっとやってみますよ。ちょっと一緒に C で練習しましょう。せーの、ダーダー、跳ねてる、シャッフルです。 You got nothing、優しくなれない。歌もちょっとため気味でやるのがいい。雄大で余裕な感じがいいですかね。バンバン、柔らかい感じ。この体をこう柔らかくってください。こういうのダメですよ。なんかガチャガチャになっちゃう。もうなんか腰からこう来るね、グルーブを生み出す。これはなかなか大変。で、A メロはそれでいいんですけど、B メロ、周りを見渡せば、この言いづらいとこ、ここでちょっと決めを入れます。やってみましょう、F から。せーの。周りを見渡せば、いろんなドラマ。はい。G7 最後の1回、アップで決めます。ダーダー、チャカチャチャスタスタ、ダチョーン。ダチョーンの、チョーンのとこでアップで G7 ですね。ダーダー。チャを入れてから G7 アップで1回。この細かいんですけど、ちょっと決めよう。もう一回やってみましょう。せーの。周りを見渡せば、いろんなドラマ。こんな感じですね。その後は OK で、でも嫌なニュースだけじゃないよ、普通に。でーん、ノー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 。また次。本当は溢れてる、たくさんの笑顔がほ。はい。ここの B メロの前半のとこだけ、この G7 でツチャーって決めていきましょうと。はい。で、サビもずーっとこの、ダーダー、各国ずーっとこの安定した16ビートのちゃんとファンキーグルーブカッティングで、グルービーに攻めていきましょうということです。ほんで、ブリッジのところは、ここね、Hey! 街中が光る。ここのところはね、本当はフレーズが入ってるんですけど、さすがにちょっとそのフレーズはね、今回はちょっとカウンターアレンジということで、このビートでいきます。Hey! 街中が光り詰まれて、
今のところだけワンブロックコード2個で Gm7 と C7 でダーダーチュクチュクダーダーチュクチュク、こんな感じでいいと思います。あとはもうずっと輝く粉雪にスムーズ、次でここダッ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 ヘイですね。これ G7 でカッティングです。できる方は早いですよ、音が切れてるでしょ。これやんなかったらこうですからね。切れを入れる、カッティングを入れると、また君を笑わせたい、こんな風にバッバッバッっていくのがいいかなと。 G7 で2ブロック分だんだんだんとやって、またサビに行って、君が笑えばこういう風に雄大に行くと、いやいいですねこのスケール感で。サビもう一回繰り返した後にはもうエンディングでアルペジオで行こうと思います。君が笑えば、これコード進行が変わってるのがポイントですからね。ここもっともっと、ここ幸せが広がる、君が笑えば、はい、これはシンプル簡単バージョンでもやったようにコードが変わっていきながらも歌のメロディーは全く一緒。ここがかっちょいいんですよね。はい、最後のエンディングもこう優しくこう包み込むようにハッピネスで終わっていく。まあなんで今日はやっぱりこのダーダーダスダスダクチクダーダーチクダスダス、このグルービーなこのカッティングビート、まずこれをひたすら練習してやってください。でこの安定したリズムの中で、さっき言ったか何回も言ってるように歌のねこのタイミングの絶妙なとこやってくるわけですから、特に B メロですね。しかも周りを見渡せばめちゃくちゃいいずれ、周りを見渡せばいろんなドラマでも、いや何ですだけじゃない、 No 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 本当は溢れてるたくさんの笑顔が、ここがねちょっと難しいですね。もうガズさんもここはね掴むの大変だったけれども、できると気持ちがいいということで、いろんなことありますけど、この曲のテーマ皆さん知ってますか？もちろんハッピネスでございます。もうおっかない顔してやっちゃダメですよ。ハッピネス、希望と夢と、このなんかこう幸せな感じをもうね充満させていきましょうということで、心込めていきましょう。アイさんのハッピネス、カズレレルかっこいいバージョンやってみる。 1,2,3,4
もっともっと幸せが広がる。君が笑えば全てが良くなる。この手でその手でつながる。せーの、イエーイ。せーの、愛さんのハピネスカズレレ流かっこいいバージョンやってみた。すげえかっこいいっていうか愛がある。もう本当にね、歌詞を読み込んでください。いいんですよ、このメッセージが。もうね、この冬にね、このあったかソングを歌って体を温めて、みんなとシェアして、このラララララみんなで歌いましょう。肩組んで歌いましょう。ウクレレ弾けないけど肩組んで歌いたくなる、そんな名曲でございます。この冬取り組んでみてください。はい、そしてさっきもちょっとお伝えしたんですけど、お知らせです。はい、この本が、今度12月22日にリッドミュージック社から出版されます。はい、で実はこの本新しく出るんですけれども、あのこの青い本は、かつて出していたウクレレソングブック1と2という、2冊の本が1冊にまとまって200曲収録で、大きさは見ての通りめちゃくちゃちっちゃいハンディ版になって再登場で、こちらピンクの本は、はい、これはかつて出していたウクレレソングブックの3と4が1冊にまとまって200曲入り、こっちも同じ大きさちっちゃくなって2冊同時それぞれ発売です。全国の楽器店さん、書店さん、 Amazon で、大好評、今予約受付中です。ぜひご活用ください。これちっちゃいんで持ち運び用としてお持ちいただくとか、これからガズレレ始めたばっかりの人はこれすごくちょっとお買い得なんですよ。なんで2冊買うよりもお買い得だったりとか、あと実家に置いておくとか、車に積みっぱなしにしておくとか、職場に置いておくとか、あとこれね、開くときにすごく開きやすいね、特殊構造な楽譜になってますんで、いろんなところでご活用していただけるんじゃないかなと思います。ぜひよろしくお願いします。あとそれとガズレレではね、アプリがあります。ガズレシピというアプリです。アプリのインストールは無料なんで、皆さんスマホにひとまず入れておいていただいて、お試し楽譜があるんでそこで見てもらっていいなと思ったら、1曲からでもセットでも楽譜、大量の楽譜が購入いただけます。こっちはかっこいいバージョンも載っているデザインされた楽譜なんで、これもかなりご活用いただけますよ。でアプリ内でいろいろ楽譜の管理もできるんですけど、これがなんと本にもなってます。実際のページめくる本にも、これもね Amazon などで売ってるんでチェックしてみてください。あとですね、ガズレレではですね、もう一個やってるんですよ。これガズピアノ、これ超面白いですよ。ガズピアノという YouTube チャンネル別にあります。これ本も出てますから、リッドミュージックから。ガズさんピアノ弾けないのにピアノの先生やってます。そうだから面白いんです。ピアノの常識を覆す、弾き語りに特化した、もう世界で唯一の一番簡単なピアノ教室、ウクレレできる方、ガズレレでやってる方だったらもう30分でできるようになりますからね、ぜひやってみてください。あとガズレレではですね、このウクレレストラップとか、このキャップとか T シャツとか、このここに挟んでる水引きとか、もういろんなんで可愛いグッズもたくさんやってるんですよ。ガズレレ公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとありますからね、見てみてください。ともあれいろんなことやってるんですよ、ガズレレって。はい、このガズレレ .com 公式ホームページ見るといろんな情報が手に入りますんで、この公式ホームページと今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネル、そうあっちこっち見ながらですね、いろんな音楽楽しんでください。もうね、ガズレレ G ラボではですね、もう課題曲もね、もう2000曲以上は多分やってると思うんですよね。もう楽しく音楽聴くからやるに変えていきましょう。もうすでに楽しんでるよという方、この周りの方にこんな面白いことあるよってお勧めして教えてあげてください。それでは皆さん、また会いましょう。バイバイ。